驚愕ソシエダ久保、タテフサさん、ベリンガムと共にリーガ前半戦ベスト11に選ばれる。久保、タテフサさん、ベリンガムと共にスペインメディア選出リーガ前半戦ベスト11に選ばれる。すごいな、グリーズマン、ベリンガムと共にベス入り常連だな。この手のやつに首位のマドリーから選ばれるのベリンガムと後ろの選手だけで前目の選手からはさっぱり選ばれないよな。マルサは少年馬だな。天真性ゼロのジョアンに頼るようでは終わり。シャビは久保が心底欲しいだろうな。どこも欲しいでしょ。ドリブル、パス、トップクラスなのにプレスサボらないとかなかなかいない。久保は相手が強いほど強くなる主人公補正みたいなの持ってるからな。大舞台でも強い。チェルシーサポ、サラーが移籍するなら、リバプールは久保かバカ横を獲得するわ。勘弁してくれ。アーセナルサポ、アーセナルに久保を獲得して欲しがるのはガメついのはわかっているが、彼は本当にすごいよ。レアルマドリーサポ、久保、グリーズマン、イスコはラリーガトップ5の選手だ。このリーグはクソだけどな。リバプールサポ、長期的なサラーの後釜としてうちの補強リストに入れるべきだ。クオリティの高い選手だ。久保、タテフサはイングランドのどのチームに入っても先発する選手だ。サッカーを理解してる上手い選手。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。